鹿児島キャンプでの静岡ダービーは地元でも恒例のイベントとして定着していて、会場には大勢の観客が訪れました。先手を取ったのはエスパルス。西澤のコーナーキックからカルリーニョスがヘディングシュート。精度の高いセットプレーはチームとしても仕上がりの速さを感じさせます。一方のジュビロもコーナーのクリアボールから山本康介がミドルシュート。積極的に狙いますが惜しくもゴールを外れます。さらに3バックを試したエスパルスは前線から追い込み、徐々にボールを奪う機会が増えます。試合開始から21分、前線でのプレスをきっかけにゴール前に迫った白崎が倒され PK に。これを J2 山形から復帰したディサロが決め、存在感を示します。さらに8分後、白崎のプレスでボールを奪うとカルリーニョスからディサロ、しなやかなトラップからシュート。ゴール左隅に決め、状態の良さをアピールします。さらに2本目、素早いリスタートから乾がディフェンダーの背後を突くパス。残留が決まったサンタナは余裕を持ってゴールに流し込み3点目。エスパルスは熾烈な先発争いを予感させる勝利となりました。ケンタとカルリーニョスのポジショニング見ながら、2人が空けてくれたスペースをうまく僕が入って、潤滑油にもなったと思うし、背後も何回か取る形あったと思うんで、トレーニングで積み重ねてきたものがうまく出せたかなと思います。ジュビロも4本目に1点を返しましたが、横内泉の浸透にはまだ時間がかかりそうです。実際のところからより前のベースの部分を、このキャンプでは取り組んできた印象です。でそこが、一言で言えば戦う部分で、そこを出せた部分もありますけど、まだまだチーム戦術みたいなところにはすごく時間を割いては取り組んでいないので、そこに関してはこれからかなと思います。